その外ピンクの帽子が1番人気、コントレイルと福永雄一で直線コース、先頭はまだフレーボ、フレーボ先頭最内ダンスサドリー上がってきた、さらにはコントレイル来たぞ、コントレイル来たぞ、福永雄一まだタッチはガッチリと馬なりで先頭に立っている、コントレイル先頭、内からフレーボ粘っている、3番手ラインハイト、外からファンキーゴールド、内ダンスサドリア、しかしコントレイルが抜ける、コントレイル抜ける、2番手フレーボ粘っている、3番手外から萩野アレグリアスと伺っているがラインハイト抜けた、コントレイル完勝、新馬勝ち1番人気ディープインパクト3区のコントレイル、福永雄一です。スターイの登竜門トースパ杯2歳ステークス、まだピンクの帽子マイネルデストレが後続をリードする形、残り400歓声が上がる小頭数ですが、大切な一戦外からコントレイル、ムーアが来た、残り300先頭に立った坂の途中、グリーンの帽子コントレイルが一気に先頭に立った、後続を突き放す、残り200半ば体勢は消した、2番手の争いは単独でアルジャンダ鎌田が追いかけるが、前とは5馬身近く差がある、強いコントレイル、ムーア圧勝。先頭は9番のパンサラッサ、頑張って坂を登ってくるが、外からやってきたコントレイルだ、コントレイルが先頭で残り 150m 坂を登り切る、外からマーフィー、5番のベルトライゼンデが追い詰めるが差が詰まらない、そして3番手争いウワーケア、先頭は2番のコントレイル、コントレイルです。外を来る2頭が先頭に早くも立つ、400標識にまま通過して最後の直線向かいました、サツキショー、青い帽子が2機、サリオス、ウィンカーデリアン、外から来たコントレイル強い、しかし迫るサリオス、並ぶ東西のジアンバが並ぶ、さあどっち、外コントレイル、コントレイル2分0秒7、コントレイルサツキを制しました。のダーリントンホール、エクセランスあたりも後方から差を詰めていきたいところ、4コーナーのカーブ、そして後方から16番のマンオブスピリット、直線コース最初に入ってきたのは14番のマイラフソディ、初コンビの横山紀弘、右縁側なる、そしてコントレイルは真ん中より、コントレイルは真ん中よりから伸びてきた、まるで父と同じような足を繰り出さんという福永雄一とコントレイル、先頭はここでコントレイルに変わるか、コントレイルに変わる、さらに外から12番のサリオス来るか、今度はちぎりつらなか、5番のコントレイルだ、2番手カップは精一杯のサリオス、このダービーはコントレイルのためにやった、完勝コントレイル、無敗の2冠馬、ダービーまで負けなし、15年ぶり父ディープインパクト以来の無敗の2冠馬です。さあそして白い帽子2番のコントレイルはまだ馬群の中中段だ、さあ福永どうするか、4コーナーのカーブを立ち上がって負けられないこの一戦、直線コースに向かいます。さあ前は少し空いたかコントレイル、ただ先頭はこの辺りでディープボンドに変わったか、その外持ったままコントレイルだ、コントレイル持ったまま抜けていく、コントレイルが持ったまま抜けていく、ディープボンド、さらには外の方からはもう1頭、さあディープコントレイルだ、コントレイルが抜けていく、ロバートソンキー、あとはディープボンド、しかし前には届かない、無敗のまま三冠達成に向かって、秋菊花賞に向かってコントレイル、負けられないこのトライアル、無敗を守りましたコントレイル、これで父ディープインパクトについて史上3頭目、無敗の三冠馬に向かって菊花賞へと向かっていきます。